どうもこんにちは、チアス。今日はですね、スプーンですね、ちょっと大ぶりな大きめタイプのスプーンを仕上げ削りしています。今削っている木の素材はですね、ウォールナットになりますね。ブラックウォールナットとも言われている、主に北米の方からの輸入材になります。ブラックウォールナットっていう名前がつくだけあって、もともとちょっとね、結構濃い色味の木材になります。ウォールナットっていうことなんで、クルミの木の、クルミの木になりますね。で、ちょっともともと黒い色味の材料、とてもそうですね、もともと色が濃い木材っていうのはどんなものも同じそうなんですけれども、やっぱりね、製品になった時のこのやっぱりね、高級感っていうのがやっぱり違って、ナチュラルな濃色、濃い色っていうことでね、とても人気はあります。で、人気があるっていうことは、そしてさらに、もともと濃い色っていうのは珍しい部類に入りますね、木材の中でも。とても珍しい、希少価値が高いっていう意味でやっぱり高級材料になりますね、割と高級な部類に入ると思います。ただこの北米の方で、産出される木材になるんですけれども、で、やっぱり人気も高いっていうのがあって、世界中に輸出されているんですね、北米で、取られたこのウォールナット材がですね。で、その北米の方ではやっぱりこの辺やっぱり人気が高いっていうのもあって、自然の中で育った木材を取って、それを材料として流通させるっていう、そういうのだけではなくて、もう今ではもう本当しっかり植林をして生産して、で、それで供給を確保してあって、それをコンスタントに輸出、生産輸出しているっていう、そういった形の材料になりますね。なので、割と希少すぎてもうほとんど手に入らないとかっていう、そういう木材ではないですね。で、最近ウッドショックみたいなのもあって、輸入材とか特になんですけど、軒並みその木材の価格がかなり高騰してきていて、ホームセンターとかでね、輸入の合板とかベニヤ板とかね、そういう木材、もう何もかもがね、ものすごい値段上がっとるんですよね、めっちゃ高くなっててビビった。ここ数年前、3、4年前と今の価格で言ったら、もう本当10倍ぐらい違うんじゃないかっていうぐらいの、普通のベニヤ板とかがね、本当4倍5倍ぐらいの値段になってて、ホームセンター行ってこの間ね、めっちゃビビったっていうのがありますね。そういうのと一緒で、やっぱりこのいくら上手に生産しているとはいえ、この辺のね、ウォールナットとかっていう北米の広葉樹材料っていうのは、それもね、だいぶ値段は上がっているんじゃないかと思います。最近ちょっと材木屋さんとかでね、これを仕入れるっていうことはしてない。今自分家にね、ストックしてある材料がまだ幾分かはあるんで、それを使っていろいろものづくりをしています。僕とかはね、こういうちっこいものを削ることは多いんで、少しの在庫があれば、大体いろんなものを作ることはできます。ただあれですね、
あんまり大きいサイズのお盆とかそういったものが欲しいっていう場合にはさすがにちょっと、いやそのサイズのボールの素材はちょっと今ストックがないですねみたいな話になるんで、まあ、あんま大きいものはね作れないんですけれども、こういったカトラリー類っていうのは十分作れる材料ストックがあるんで、時々ねやっぱりこういうウォールナット材っていうのはねすごく人気があるので、このウォールナットっていう材料を使ってスプーンを作ってほしいです、できますかみたいな、そういう問い合わせはちょくちょくありますね、うん、それで作ることがよくあります、うん、でね、このウォールナット材っていうのはやっぱね、その、まあ見た目の高級感っていうのもあって人気が高い、そして希少性もあってちょっと高級感、高級であるっていうのもあるんですけれども、このこういう実際にこう家具とかこういった木工品を作る人間として見てもこれ結構ねやっぱいい材料だなっていうのは分かるんですね。こう削っていると分かる。なんというかですね、まあ、もともとしっかりした強度のある、ね、強度のある、まあ、そういう材質の木材なんですけども、まあ、結構、ね、頑丈な材料です。で、まあ、硬い青いかっていう話で言うと、まあ、割と柔らかい方かなっていう感じですね、クルミの木については。で、まあ柔らかい方なんですが、しっかりした材料ですね。家具とかにしてもそんなに柔すぎてすぐこうゴンってぶつけた時の跡がついてしまうとか、そんなそこまで柔すぎずでも硬すぎずみたいな。硬すぎずっていうことはこういう削ったりする時、この削ったりする時、まあ楽ですよっていう、割とサクサク削れるっていうのがあったりしますね。でね、何とも言えないこのサクサクという削り感、まあ、これはね実際いろんな木材をこうやって実際にこう削ってみた時の感触、いろんなのを経験してみないと、まあちょっと何とも言えわからないことだと思うんですけれども、多分このウォールナットくるみ材をこうやって削る時のこの感覚っていうのは、こういう木材加工をしている人たちだと多分ね、みんなね、あ、これ気持ちよく削れるっていうのがね、皆さん感触としてはもっとってだと思います。なんかねサクサクとこう削れる感触があります。これはね手で削るっていうものは、まあ、特にそう感じるんですけれども、これがねこうやって手で一掘り一掘りっていう削り感だけじゃなくて、機械よね、木工機械なんですね、プレーナーとかそういった機械にかける時の感触もやっぱね気持ちいいんですよ、このウォールナット、うん、やっぱ、ね、同じようにねサクサクっとこう削れて、で綺麗に削れるなっていうのがありますね。でカンナをかけたりする時とかもこのいい感触でね、スパッと綺麗なカンナくずが出るように一発で綺麗に削れるみたいな、そんな感触があるんですね。だから触ってて加工したりしてて触っててもちょっとこう楽しくなるような、そんな感じのする材料です、まあ、そういうのも含めてとても人気がある
木材だと思います。でまあこのあと仕上げ削り終わったら、今回はねオイル仕上げをして完成という形になる予定です。で今はもうね本当乾燥した状態の木材なんで、まあ、このパッと見の見た目、まあ濃い色の木なんだろうなっていうのは分かると思うんですけど、ちょっとまだねその濃さがどれぐらいのものかっていうのはちょっとパッと見は分からないと思うんですが、あのオイル仕上げの塗装をしたら急にねあの色の深みが出てかっこいいねっていう感じになるのが分かると思う。その時の様子もこの後動画に収めますね。ひとまず仕上げましょう。削り寄るところもね映ってるのかな。ほい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 、いいっすね。絵のお尻の部分をいい具合に削って、あとはここのね口の部分の縁周りの仕上げ、ここは見た目を整えるっていう感じになりますかね。見えませんね、すみません。糸面取りをするみたいな感じで削るんですけども、まあ、これはここはねあの刃物でこうやらなくてもサンドペーパーで際をね整えてやるっていう感じでも結構いい具合にいくかと思います。どうでしょう、ピントが。この場合ですね、でそんなこんなで一応3個分仕上がりました。この後塗装します。